ずいぶん濃い海域だな。さっさと終わらせて帰ろうぜ。しかし海域の順応プログラムってのは退屈でしょうがねえよ。真面目こいてやるようなもんでもねえだろ。まちょっとやっていい感じで帰ろうぜ。ありきったところでおまけのプレゼントはないんだし、ま生き残る確率が 1% くらいは上がるかもしんねえけどな。お、そろそろ時間か。さてやるぞ。まずは状況の確認からだ。正面も再度確認、敵影なし。ぼーっとしてると食われるぞ。とにかく動け。スタミナの管理はエイジの初歩の初歩だぞ。まこの辺に荒神はいないみたいだし、準備運動がてら動いとくか。ほっ、濃い海域ってのも俺らエイジにとっちゃなんてことねえな。そろそろ神器を使いたい頃だよな。荒神さんよ、どこにいんだ。俺らはこいつを使って戦うためにいるんだからよ。来た、荒神だ。よしの位置はマップで確認できる。見失ったらすぐに確認しろ。俺にも仕事は残しといてくれよ。お前銃の攻撃は得意だっけ。ちょっと見せてくれよ。神器をガンフォームにして。ほらちょうどいいやつが現れたみたいだ。ガンフォームでの攻撃はオラクルポイントを消費するけど、隣接攻撃で回復するから要はバランスだよな。元気もクソもねえよな。お疲れ。
めんどくせえけどさ、人機の動作確認ってのは大事なわけよ。いざって時に動かなかったら俺ら死ぬわけだしさ。攻撃は最大の防御っつうけどさ、シンプルにガードすんのは生き残る基本だ。使うべきってのも基本だよな。つっても携行品にもいろいろあんだよな。まあどう使うかは応用ってことで。よし、問題なさそうだ。時間もあるし回収いっとくか。フィールドにいろいろ落ちてるだろ、あれ拾っとけよ。物資が少ない今じゃ基本だぜ。俺がガラクタ持って帰ると弟が喜ぶんだよな。何に使うんだか。生き残るために人機強化は欠かせねえ。つまりは素材集めも重要ってことだ。なんだかんだこいつとの付き合いも長いよな。大事にしねえと。よいしょ。よし、こんなもんだろう。人機には何の問題もなさそうだ。うお出たな荒髪。まあちょうどいい。ぶっ倒して戻ろうぜ。
さてと、お仕事と行きますか。今日はスカッとできそうだ。人気には隠された力があるのは知ってるな。プレデターフォームがそれだ。この携帯で荒髪を捕食してみろ。俺らの身体能力が一定時間上昇するからさ、バーストしながらどんくらい戦えるかって今日俺らは試されてるらしいぜ。バーストすりゃ俺らはぐんと強くなる。荒髪との戦いも楽になるってわけ。さあ始めんぞ。荒髪を捕食してバースト、忘れんなよ。屍からは素材が取れる。だから倒した後の捕食も忘れんなよ。さっさと捕食しねえと消えちまうからな。これは基本みてえなもんだぞ。さてそろそろ本番といくか。バーストアーツの時間だぜ。バースト状態で放つ超ビューティフルな必殺技がバーストアーツ。なんかいろいろ理屈があって俺らエイジにしか使えないらしいぜ。んじゃ荒神たちに俺らの美技を食らわしてやろう。荒神を捕食してバーストからのバーストアーツ、行くぞ。バーストアーツはいろいろな種類があるし、使い慣れれば上達もする。どんどん使え。俺らにしか使えない力なんだ。遠慮することはねえさ。荒神相手にぶっ放して困ることは一つもねえ。大体こんなとこだな。捕食は俺らが生き抜くために必要な技。絶対使いこなしてやろうぜ。